こんにちは。古参教習オスカジアチェン、ビグナを持っていなくてもサポートによくいるアッシュで安定クリアができました。この動画では難所の序盤部分だけ紹介しようと思います。まずはアッシュとブリーズのコスト36くらい貯まるまで待ちます。他攻略法では貫突のグムが必須だったりしていますが、この方法では無突でも間に合います。低レア攻略で必須とされるビグナを持ってなくても安心。アッシュを右下の敵と重ねておき、ブリーズを置きます。すぐに片付けるわよ。そして攻撃をそらすためにグラベルを下に配置。後から来る敵をブロックしてもらう意味合いもあります。決まった。溜まったら即進金山。これで右上の術師隊長も一緒に倒せます。グラベルが死んでしまってもコスト17あるのでグムを配置。より高コストを置きたい時や、無凸キャラで行く場合はグラベルを死ぬ前に回収しましょう。またハッシュを回収すれば何でも置けます。ご視聴ありがとうございました。